皆様ごきげんよう。今週のご講室、高清水優子です。今日のこの時間ですが、昨年の12月1日20歳のご成年をお迎えになりました天皇陛下のご長女敬宮愛子内親王殿下の記者会見、実は3月の17日に行われるということをきっかけにいたしまして、今日はですね、懐かしい画像をたくさん紹介したいと思っています。ただですね、昨夜大きな地震がありました。東北地方を中心に、なんと強いところでは震度6強という地震が発生しました。この地震の被害の状況、あるいは余震の状況によりましては、記者会見の延期ということも考えられるんですが、今日現在の午前中まだ延期という知らせが入っていませんので、行われる前提でお写真の方を紹介していきたいと思っています。まずこちらの機関誌皇室なんですけれども、これは令和2年の秋号で、実は両陛下のご結婚からのいろいろなお歩みを特集した中で、敬宮殿下の可愛らしい写真なども選んでいろいろと紹介しているのでお見せしていきたいと思っています。特集なんですが、まずはこちらからご覧いただきますね。こちらはですね、敬宮殿下平成13年の12月1日にご誕生になりまして、それから1週間後12月8日にご退位になりました。こちら当時の妃殿下が本当に大事そうに抱えて抱っこされている様子が印象的でした。そしてご家族3人での生活が始まります。随分とお顔の表情も出てまいりました。3月になりまして、一般のお宮参りにあたる儀式をお済ませになりました。一般のお宮参りなんですけれども、宮中では生後50日頃をめどに行われるんですけれども、宮中三殿謁するの儀といいまして、皇居の中の最も神聖な場所と言われるところに赤ちゃんを連れして、そして報告をする、一般のお宮参りが行われた後のリラックスしたご一家の様子などもこちらで紹介をされています。すがすがしいご様子が印象的です。そしてこの後もご成長の様子というのはこのようにですね、天皇陛下とっても育児にも積極的だと伺っています。このようにベビーキャリーで我が子を背負われているという、これは私もこの場で取材をしていましたが、びっくりいたしました。今までこのような光景というのは皇室のライブラリーの映像で拝見したことがなかったものですから、この映像だけでも、この写真だけでも天皇陛下が我が子を大事にしているお気持ちというのが伝わってくるのではないでしょうか。毎年夏休みにはいろいろなところにお出かけになりますが、その地元の皆さんとの交流も大事にしています。お砂場セットをお持ちになったりですとか、こちらはですね、御所の近くの児童遊園で、当時はですね公園デビューということもテレビの特集ですとか雑誌などでも特集されているご時世がありまして、当時私もこの様子取材いたしまして、雅子さまの公園デビューという形で特集を組んだことも思い出されます。そして可愛らしい手遊びをしている敬宮殿下ですが、ちょっと大きくなりましたね。3歳直前のこちらです。ワンピース姿、そしてジャケットをお召しになって御所のお庭で、ちょうどこれはトン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 ひげじいさんという手遊びがあるかと思いますが、そちらを披露してくださった時の様子なんですね。可愛らしいです。さらにだんだん大きくなられまして、幼稚園にご入園になって、そしていろいろな行事にも参加されるようになりました。沖縄の豆記者との交流の機会にはこのようにお父様と手をつなぎになって参加されました。冬には鎌倉体験もなさいましたし、こうしてご一家お揃いでの季節ごとの思い出というのもたくさん積み重ねてこられたというのがこの写真からもわかるかと思います。入園式にお持ちになっているこの布のバッグですが、お母様の手作りのバッグということなんですね。刺繍も施され、本当に立派なという表現が正しいかどうか分かりませんけれども、素敵なバッグをお作りになって、それをお持ちになって入園式に臨まれている様子です。そしてでこちらはですね、オランダにおいでになった時の様子と、それからその下は運動会での様子なんですが、こちらは本当にリラックスした様子が印象的です。さらにとってもいい表情ですよね。大相撲を観戦においでになった時のこちら秋篠宮殿下です。大相撲の力士の名前もすべて暗記されていて、そしてお相撲の技などももうすぐ分かるというほど大変な知識をお持ちだということで、念願の相撲観戦をされた時のこの嬉しそうな様子なども、間近で拝見して私の方も大変嬉しくなりました。さらにこちらはですね、着袴の儀といいまして、一般の七五三にあたる儀式なんですが、皇室では男のお子様も女のお子様も数えで5歳になる年に着袴の儀が行われます。実際に袴をつけになって、そして報道陣の前にご一家お揃いで、ご披露してくださった時の様子です。笑顔が印象的ですよね。さらにこのようにですね、成長の様子がわかるかと思います。幼稚園の行事、ステージでもこのように手遊びを披露してくださったり、またお相撲の観戦もありますけれども、ご一家でいろいろなところにおいでになって、ただお忙しい皇室の皆様と大変お忙しく、いろんな行事ですとかご公務もありますけれども、ご両親としてはやはりお子様との時間をすごく大事にしているというのが伝わってくる写真ではないでしょうか。そして小学校にご入園になりますが、そのちょっと右の隣、ちょうどスイカで、こちらですね、幼稚園の、最後のあたりですけれども、目白から千駄ヶ谷までスイカを使って電車にお乗りになって御所にお戻りになったという日なんです。この時にも報道陣いっぱい集まっていて、その様子を撮影したんですが、物おじされることもなく、それよりもスイカをお持ちになっている、それを通されているといいますか、ピッてやるところがとっても嬉しそうな感じで通ってこられたこの秋篠宮殿下の笑顔も印象的でした。なかなかないことですものね。いつも車でのご移動ですので、電車でのご移動、しかもお母様とご一緒というのはとっても何でしょう、思い出深い時間になったのではないかなというふうに思っています。そしてさらに続きますね。宮内庁では秋にですね、宮内庁職員組合の美術展が行われまして、そこに秋篠宮殿下も手作りの作品ですとか折り紙もありますし、また御所のお庭で、拾われたどんぐりなども使いになったこのサンタクロースの工作ですとか小鳥の工作ですとか習字も大変お得意のようでご披露していただいています。このようにかなりですね、手の込んだ作品なども出品されていまして、一般の方はまたあたりにすることはなかなかできないので、このようにこちらの機関誌皇室の中で特集をして皆様にもご披露したいなと思いまして、このように、今日お見せしているところです。さらにご成長の様子、まだまだ続くんですが、はい、随分ですね、女の子らしいと言いますかね、可愛らしく可憐な様子が出ていますけれども、運動会の時のこの一枚ですけれども、秋篠宮殿下リレーの選手なんです。徒競走では一等賞を取りになる、かなり俊足のようです。やっぱり運動会に両親が行って、そして子供が活躍すると嬉しいですよね。その嬉しい気持ちというのは皇室の方も我々一般の国民も同じようです。やっぱりこういったご活動といいますか、ご活躍についてはご両親もとっても喜び、そして手をいっぱい拍手をして声援を送っている姿も印象的で、こういう一つ一つの季節ごとの行事、学校の行事、幼稚園の行事というのを忙しい中でも時間を調整されて、そして公務にも影響のないようにできる限り参加をされている、そのお気持ちというのはなんだかとっても素敵だなというふうに思います。なかなか共働きですと子どもの行事ですとかそういうところに行けないこともあるんですけれども、ただですね、親が頑張っている姿というのは子どもはちゃんと見ていますし、残念ながら予定が変わってしまって出席できなかったっていうこともあったようですけれども、その両親の気持ちということもやはり年宮殿下はしっかりと分かっていらっしゃる。そしてそのお気持ちを分かった上でお立場ということ、ご自身のお立場ということもだんだん理解されていくのではないでしょうか。そしてかなりお背も伸びてこられました。お父様が海外においでになる時にはお母様と共にお見送りをなさるという様子も披露してくださいました。ご幼少の頃、かなり幼い頃はですね、カメラ嫌いではないかというふうな形で週刊誌でも特集を組まれるような形で報道されていた利宮殿下ですけれども、あるいは笑わない内親王というふうな特集なども組まれていて、それを目の当たりにした時のご両親のお気持ちを考えると、なんだかそういう報道って良くないんじゃないかなと当時の私も思っていました。ただご一家お揃いの時のこの利宮殿下のご表情というのはやっぱりすごく安心していて、甘えたいけれどもやっぱり人前ではちょっと控えているというようなはにかみの気持ちも感じられたりして、そういう思いとともにご成長されていって、そして20歳をお迎えになる。これまでの積み重ねというのは必ずですね、いい形で出てこられるのではないかなと思います。そしてやっぱりこちらもご紹介したいと思います。お父様はビオラ奏者でいらっしゃいます。そしてまた利宮殿下は小学校4年生の頃からチェロをなさっているんですよね。もしかしたら御所でお父様のビオラと、それから利宮殿下のチェロと、そしてお母様のフルートかピアノなどで合奏などもされているのかなということも想像したりしますけれども、チェロにつきましてはやはりずっとお続けになっているようです。それから、はい、今度は中学生になられ、高校生になられて、また公務にも同行されることも多くなってきました。そして大事な伊勢の神宮での参拝もご両親と共にお済ませになるなど、皇族としての大切なことを無理に押し付けるということではなく、このような行事あるいは季節ごとのいろいろな体験を通して、ご自身のお立場ということも自然に理解をされていったのではないかなというふうに思っています。これ平成30年ということになりますと、ご上位ということに関しましても上皇陛下からのご上位、つまりもうすぐ近い将来には天皇陛下になられるということがある意味決まった後での神社への参拝ということも経験なされますと、ご体調の面で心配はありましたけれども、皇后陛下今は立派に務めを果たしていらっしゃいますし、そういう長い間療養されているお母様のお姿を一番身近で見てこられたのが利宮殿下ではないかなというふうに思っています。いろいろな報道の中でバッシングもありました。そしてそういう状況もやはり利宮殿下はちゃんと現実をご覧になった上でご家族を支えてこられたというふうに天皇陛下もおっしゃっていましたけれども、やはり両陛下にとって大切な存在である我が娘、その我が娘が20歳になる青年を迎えるということを考えますと、これはですね、一般のご家庭もそうですけれども、親になってからご自身も親になってからの青年20歳を迎えるという意味で感慨深いものがあるのではないでしょうか。ましてや一人娘でいらっしゃいますけれども、いらっしゃいますので、両陛下にとりましてもお父さん歴20歳のご青年、お母さん歴20歳のご青年ということを考えますと、やっぱり親の思い、そういう思いを一身に受けて育ててこられたお育てになって、そしてその中で、今20歳をお迎えになって記者会見に臨まれる利宮愛子内親王殿下、どんなことをお話になるのかとても楽しみですし、そしてまたファッションについてもちょっと注目をしたいなと思っています。富士宮殿下が10歳になる平成23年に大きな災害が起きました。東日本大震災です。その後も我が国はやはり自然災害とともに歴史を歩んできたという歴史があります。つまり10歳から今までの10年間の間にもこの日本国に起きたことを富士宮殿下ご自身もご覧になっていますし、そしてまた年相応にいろんなことをお感じになって、そして現在に至っているかと思います。そういう思いもまたどのような言葉でお話になるのか、とても楽しみにしたいと思っています。昨夜の地震の状況によってもしかしたら延期になるかもしれませんけれども、おそらく夕方以降のテレビ番組ではこの20歳のご青年の記者会見の様子なども報道されるのではないかなと思います。また来週あたりその注目点なども解説をしたいと思っています。以上、今週のご講室でした。